活動していた現在は、シックスフィートアンダーのボーカルとして活動している。1986年、故郷のバッファローにてデススラッシュバンド、ティランド・シンを結成。1988年、カンニバル・コープスを結成。1993年、サイドプロジェクト、シックス・フィートアンダーを結成し、活動を始める。1995年に、 メンバーとの方向性の違いにより、カンニバルコープスからの解雇を言い渡され脱退した。しかし、バーンズは、カンニバルコープスからブートされたことは、いい意味でかなり印象的でした。思い通りに書くことができたとは思わなかったので、私にとって良い意向でした。と語っている。また、バーンズは、カンニバルコープスとしての活動は楽しかったですと、語っている。2003年以来、 バーンズは6フィートアンダーの活動に力を入れている。人間離れしたデスボイスが特徴的であり、暴力的な表現を表した作詞スタイルが有名である。ありがとうございます。